アオルノスの岩の否定地の一つ、パキスタン、ハイバル・パフトゥン・フワー・シュシャングラ地方にある山に設置されている看板、アオルノスは、紀元前326年4月頃に古代、マケドニアのアレクサンドロス大王が生涯で最後の白攻めを行った場所である。アオルノス攻めは、アリアノスのアレクサンドロス統制期、第4巻、第28章から第30章に記述されており、 大王の伝記を書いた古典学者の一人、ロビン・レイン・フォックスによると、史上最も偉大な遺者、アレクサンドロスの戦歴におけるクライマックスとされる。この地は、バクトリアからインダス川へ至るルート上のどこかにあったものとみられる。アッティアノスによれば、アレクサンドロスは中央アジアを立ち、軍を率いてインダス川を目指した。いくつもの村や町を攻略したアレクサンドロスに対して、 ヤバン人どもはアオールノスの岩の上に逃げ込んだという。アオールノスの岩は周りの長さが200スタディオン、高さが少なく見積もっても11スタディオンある自然の要害であり、マケドニア軍の中にはゼウスの息子ヘラクレスでさえも攻略できないであろうという噂が流れ始めた。アオールノスはアレクサンドロスの補給船の最後の脅威であった。この時補給船は ヒンドゥクシュ山脈からバルフにまで伸びきっており、非常に脆弱であった。アッディアノスによれば、アレクサンドロスは祖先のヘラクレスに勝ろうとした。伝承によればヘラクレスはマケドニアで、アオルノスと呼ばれた要塞を奪取することができなかった。アッディアノスによればこの岩の頂上は平らで、天然の泉があり、作物を作るのに十分な広さであった。そのため、 強狼攻めによっって降伏させることはできなかったアレクサンドロスに降伏した近くの部族民が彼を最も立ち入りやすい場所に案内した。プトレマイオス一世とアレクサンドロスの初期間であったミリナスは西を偵察し防御策と掘りを強化した。彼らのアレクサンドロスへの呪しはピルサルの守備隊に対しての警告でもあり、呪しを見たアレクサンドロスは 狭い警告の中で軍を再編成するための小論争に二日を費やした。脆弱な要塞の北部でアレクサンドロスと投石機は深い警告のために進軍を停止した。工場兵器を射程圏内まで運ぶために警告の橋を作成するために大工を用いて土木工事を行い土手を建造した。初日の作業で包位に50メートル近づいたが、 警告の両側の急な傾斜のため作業の進行は遅かった。それにもかかわらず3日目の終わりにアレクサンドロスと前衛たちは上から落石されて撃退された後、低い丘がピルサルの先端をつないだ。3日間の太鼓の音は最初の構成を撃退し、マケドニア軍が突然撤退したことを守備隊が縮賀しているを示していた。 アレクサンドロスは自ら岩肌のロープを手繰り寄せて、上まで登った。アレクサンドロスは頂上を一掃し、レインフォックスによれば逃亡者を殺害し、アリアノスによれば大虐殺を行った。アオルノスの岩の攻略の後、アレクサンドロスは祭壇を築き、知恵と勝利の女神に捧げた。この戦いによってアレクサンドロスは自由に、パンジャーブ地方に進出することができるようになり、 彼の無敵の名声はインドにまで轟いたように思えた。この後にヒュダスペスカ藩の戦いがアレクサンドロスを待ち受けていた。アオルノスはタキシラの北部のどこかに位置している。アオルノスは現地の名称をギリシア語に翻訳した名称のようである。ストラボンのジリシ第十五巻第一章によるとあまりの高さに鳥でさえ上がれない場所を意味する。アオルノスは一説によれば インドイラン語派系の言語で、要塞化された場所を意味するアワラナからの天下である。アオルノスの位置について、アディアノスは、インダス川の右岸にあったという程度の情報しか与えておらず、バクトリアからインダス川へ至るルート上のどこかにあったものとみられる。中央アジア探検家のオーレルスタインは、アオルノスを、 原パキスタンハイバルパフトゥンフアーシューターことのすぐ西にあるピールサルという山に否定した。この山は鉱山の尾根筋に位置する険しい山であり、インダス川上流域の湾曲した渓谷に囲まれている。オーレルスタインはピールサルを1926年に実地探検して大王の祭壇跡を発見したと主張した。これに対してインド学者のジュゼッペ・トゥッチは アオルノスオド州にあるイルム山の頂上に否定した。イルム山はヒンドゥー教の聖地である。ありがとうございます。